栄心フラッシュとは日本の元競争馬である。主な勝ち倉は2010年の東京優春、2012年の天皇賞。名前の由来は冠名先行。この馬はドイツからの持ち込め馬である。7月12日阪神の新馬戦でデビュー。安城は福永雄一。芝1800メートルで5番人気となり6着だった。 一息置いて10月11日の京都の未勝利戦に出走。安城は内田博之へと乗り換わる。2番人気だったが初勝利を飾った。ハギステークスでは再び福永が起乗するも3着に終わるもクラシックの登竜門レースと言われる。エリーカ賞は内田が起乗し人気に応えて2勝目を挙げた。以後内田が主戦となる。2010年5月30日。 東京競馬場にて、第77回東京優春形成杯では、主戦の内田が急統落馬事故での負傷のため起乗が、できず、安城は、横山則りに乗り換わる。前走エリカ賞を勝利したこともあり一番人気に、押され見事に勝利し、重賞初制覇した。この五冊気賞、トライアルレースを予定していたが発熱で回避し、冊気賞に直行となった。そして、 札ツ賞で休み明けを嫌われて11番人気になったが、直線追い込んで3着に入り日本ダービーへの優先出走権は確保した。5月30日の第77回東京優勝では7番人気での出走となり、前半1000メートル通過が1分1秒6、1600メートル通過が1分41秒1の超スローペースの中、中断やや後方を追走。 直線で、コース中央から、ダービー史上最速となる上がりサンハロン32.7秒の、スピードで馬群を割って抜け出し、ローズキングダムの追撃もしのぎ、G1 発制覇を飾った。騎手の内田博之、調教師の藤原秀明、馬手の平井と四光の三者ともに、東京優秀初制覇となった。その後一時登録している、外線門賞への参戦も注目されたが、 後に断念し、秋は菊花賞を目指すことになった。そのトライアル競争である神戸新聞杯に出走。ローズキングダムとの叩き合いになるも首差の二着に敗れた。神戸新聞杯の後は菊花賞に出走する予定であったが、10月20日に追い切り調教を行った後で、歩み様が乱れたことから獣医師の診察を受けた結果、 筋肉痛の発症が判明し、菊花消出馬投票当日の10月21日に、急遽出走を取りやめた。その後11月28日のジャパンカップでは2番手グループを追走するも、直線で伸びきれず8着、有馬記念では出遅れて、中段バグンの後方を進んだが伸びきれず7着に、敗れた。4月3日の大阪杯で始動。 後方追走から直線で懸命に猛追するが、ヒルノダムールの3着に敗れた。次の天皇賞では、3番人気で出走。道中は、後方待機、直線で大外から先段を強襲するも、またもヒルノダムールの2着に敗れる。宝塚記念では、主戦の内田博之が、落馬負傷のため安藤勝美に乗り換わり、 中段追走から直線で、ババの内から迫るが、アーネストリーの3着に敗れた。秋は、ステップレースを使わず、安城に、クリストフルメールを迎えて、天皇賞に3番人気で出走。3.4番手追走から直線で一旦は先頭に、立ったが伸びをかき6着に終わる。次のジャパンカップは、後方追走も伸びきれず8着に敗れた。有馬記念では、 後位から直線で渋ぶぶとく、足を伸ばしオルフェーブルの2着となった。2012年の天皇賞において1着入選後、本馬場において下馬し、レースを展覧した天皇と皇后に再敬礼する、ミルコデムーロトランセンド、スマートファルコンと共に、3月31日のドバイワールドカップに出走。道中中断内目を追走も、直線で伸びきれず、 日本馬最先着の六着に敗れた。海外遠征明け初戦となった宝塚記念では、再び安状に内田博之を迎え、状況での動きも良かったことから四番人気で出走したが、道中かかる仕草を見せるなどして、直線で伸びきれず、五着馬から五馬進も離された六着に敗れた。その後、秋初戦の毎日王冠は、 宝塚記念同様不本意なレースとなったものの2005年以来7年ぶりとなる天覧競馬となった天皇賞にミルコデムーロを迎えて出走するとシルポートが大逃げを図るハイペースの中残り300メートルあたりから内拉地沿いを鋭く伸びフェノーメノの追撃を抑えて12場審査で東京優秀に以来13戦ぶり 約2年5ヶ月ぶりとなる勝利を2度目の GI 制覇で果たした。競争終了後、デムーロはウィニングランの後、衛進フラッシュをメインスタンドへ向かわせて、一旦下馬し、ヘルメットを脱ぎ、競争を転覧した、秋人天皇と、三千子皇后にひざまずいて、再敬礼した。有馬記念は、レース当日に、デムーロの尿管欠席により、三浦皇帝へと乗り換わり、 最後の直線で抜け出し勝ちそうな脚色も見せたものの、残り約50メートルでかわされ4着に敗れた。3月2日、平井と四光が死去したため、次男の平井勝彦が馬首を引き継いだ。3月31日の大阪杯で始動。中段追走から直線で懸命に猛追するが、オルフェーブルの3着に敗れた。この後、天皇賞には出走せずに、 香港へ遠征した英星フラッシュは4月29日に行われたクイーンエリザベス2世カップにミルコデムーロとのコンビで出走。道中は後方に位置し直線で打ちをついて猛然と追い込んできたが勝ったミリタリーアタックから一馬身4分の3離れた3着に終わった。約5ヶ月半の休み明けとなった毎日王冠では逃げるクラレントをかわし優勝した。 しかし連覇を狙った天皇賞は内から抜け出すことができず3着に敗れた。ジャパンカップは逃げ馬不在で押し出される形で1000メートル通過62秒4のスローペースで逃げたが直線では後続場に飲み込まれ10着に敗れた。続く有馬記念が引退レースとなる予定だったが12月19日に歩み様に乱れがあったことから回避し、 そのまま引退することになり、12月23日、中山競馬場にて引退式が行われた。当初は中止が発表されていたが、12月20日に予定通り行われることが決まった。引退後は、ヤシロ大スタリオンステーションで種ボバとなった。2018年12月、ヤシロ大スタリオンステーションからレックススタッドに移動した。ありがとうございます。